嘘だろでし、やるじゃねえかでし、横に寝るわ、もう終わりだよこの恋。39であの容姿はエロすぎだろ、10歳差とか信頼できる男だな。おいおい人気がストーンと落ちたらどないすんねん。これ30代後半やろ、 Y の義母になってほしかった。綾瀬はるかはもうキスとかしたんやろか。10歳かをたぶらかすはるかはエッチやけどちょっと星になるわ。さすがにこれはジェシーのファンも祝福するだろうよ。綾瀬はるかなんて大女優相手なら大丈夫や。ワイらにはまさみが残っとる。岡田将生に対してロリコンキッショみたいな顔してたから良い印象ない。記憶の5倍くらい怖い顔してたんやな。キショイというよりほんまに怖がってそう。最新の長さはまさみもシワシワのおばさんやけどな、可愛すぎ。やっぱ女も同い年のおっさんより若い男の方がええんやれ。宇多田ヒカル41、なんかすぐゴールインしそうやな。子供欲しいなら年齢的に早ければ早いほどええし、ポカリの CM の頃から好きやった子さんはいなく、